シューシュンは中国石膏小区州出身の女優。身長160センチメートル、体重41キログラム。公衆芸術学院で民族舞踊を学んでいた17歳の時にスカウトされ、1991年に映画、ほぼ、あらひとしでデビュー。続いて、シャススム監督の2作品に出演し、シャス,スム監督の息子である、シャヒロシ監督の クレナイザケでは大胆なラブシーンを演じた。チェンカイコー監督の花の影、始皇帝暗殺にも出演するとともに、その頃から李想公監督のテレビドラマに数々出演し、2000年のドラマ、雨のシンフォニーが大ヒットして広くその名が知られるようになる。二人の人魚、ハリウッド・香港、小さな中国のハリコなどに次々と主演し、 二人の人魚では2000年のパリ国際映画祭の主演女優賞を受賞。演技力が高く評価され、女性つぼみ、長美、秋恋と並ぶ四小花明らと呼ばれた。ドラマ出演の縁で、李商工の会社の専属女優として契約していたが、同監督の恋愛中のパオペイで精神を病む女性の役に、 のめり込みすぎて、しばらく立ち直れず、事務所を変え中国最大手の花吉ミフト兄弟と契約。ウィンターソングで、第25回香港電影金像を進む、最優秀主演女優賞、第43回金馬進む、最優秀主演女優賞を、女帝、エンペラーで、第26回香港電影金像を進む、最優秀女演女優賞を、リベーティ再で2009年金継進む。 最優秀主演女優賞を受賞。歌手活動も行っており、2003年にアルバム、夏天を、2005年にアルバム、玉、すぐるを発売した。2012年には、クラウドアトラスで、ハリウッド映画に初出演。2014年、長年にわたり、映画界で活躍し、中仏の文化交流への貢献やチャリティー活動に、熱心に取り組む姿勢が評価され、 フランス文化賞の名誉勲章コマンドゥールを受賞した。韓国のクアクジェヨン監督の中国映画、高年期的な彼女、日本の祝い俊治監督の中国映画、チーハの手紙にも主演している。2014年には、暮れない考量で10年ぶりにテレビドラマに出演し、以後は、ジョイデン、資近所に散る宿命の王妃など、映画出演と並行して、テレビドラマにも積極的に出演している。 チェン君と共同でマネジメント会社、東サルミライ文化を設立。俳優の育成を目的とした山下学童の創設にも参加している。私生活では2014年7月16日にアメリカ合衆国の中国系俳優アーチーカオと結婚したと発表したが、2020年12月にはすでに離婚していたと報じられた。ありがとうございます。